小林、小林入った、小林のシュートはどうか、落ちます。バーレルが拾ってファールもらいました。バスケットカウント。この小林選手のシュートにブロックショットに飛んでしまったので、はい、得点決めたいシーンですね。そして古川に打たせた、リバウンドはブースです。長いパス1本、そしてバーレルがいった。青木には長谷川、ここに澤部、澤部スピードで行きました。ファールもらってバスケットカウント。この映像の前のところで、はい、青木です。ショットクロック4秒で青木が中運んで打ちました。決めていきました。青木効果的なディフェンスになりますね、はい、昨日とはまた守備のやり方仙台変えたということですね。そうですね。青木バンドパス入れた、バーレルワンフェイク中に入っていった、またバーレルが決めていきました。仙台どちらのチームも打てる状況にありますよね。難しいショットですが冷静に決めてきています。古川です、決めた。ここは古川意地を見せます、はい、走り込んでいく田中、バーレルとザック、体を当ててシュートに持っていった。柔らかいタッチで沈めてきました。ジャスティン・バーレルいいですね、3秒でザックに入れて、ザックチームに勝つを入れるようなダンクが来ました。川島ザックに合わせて、ザックザック大浦が左へ走っていきます。中山もらった、バックカットでスマッチバッター。ここは一つ自分たちのオフェンスの形を見せました。片岡がついていく、中山が早めにスリーを打ちました。ここで中山が打ちました、今日2本目のスリーポイント来ました。秋田逆転しました。ショットクロック5秒、バウンドパスを入れてバーレルのジャンパー、リバウンド取りました、スティール、そしてスティールフォローした。すぐに点を取り返します。仙台、まあ、スティール選手に対して秋田、大浦選手や中山選手が守っていましたからね。今度長谷川行った、長谷川連続得点いった。青木にはキット、青木のスリーやり返します、こちらもそうですね、やり返します。仙台、はい、川島入った、古川です、古川のこのショット、ここでキャプテンのいいシュートが来ました。秋田出てきた、田中、今日前半スリーがありました。バーレルとザックです、体を当てていくバーレル、そしてシュートに持っていったバーレル、体の強さを見せました。そして試合終了のブザーが鳴りました。6シーズンぶりの東北ダービー。